毎週この時間は南海放送ラジオの番組をピックアップしています。今日は毎週月曜から金曜の午後1時15分から生放送 WITH 曜日ごとに変わる2人のプレゼンターがお送りしていて、私は月曜火曜を担当しています。今日は月曜日をピックアップします。本番まであと15分というのに私の相方は来ません。来たー来たー、時刻は1時5分です。それやなそれやな、10分前じゃないですか。どうもこんにちは、小林晋三です。小林晋三、こう見えてとっくに還暦、28歳の時からラジオに出演する南海放送ラジオの重鎮。遅刻の言い訳は？ああ、もう遅刻じゃなくてだから、まあ、十分に前日にね、前日夜に予習して中塚もやってるからもうバチバチに始まったらええぞみたいなね、出会い頭の番組スタート。出会い頭よくないわ、響きが。いやあ、そう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 ラジオを全く聞かない方も世の中にはもちろんいらっしゃるわけで、いるんですか、そんなやつラジオを知ってもらおうと、はい、やっぱね、いい印象を持ってもらいたい。だから今日は新さんを褒めます。無駄に元気、やっぱり元気が一番、もうポジティブにいきましょうみんなね、お願いします。そう、無駄な元気があるということですね、はい、うん、はい、無駄な元気その2、はい、遊び心あふれる文字。安田美沙子ね、3月 3.14 や、 3.14 なんでその日選んだか、演習率や、 3.14 本番中に自分でも何書いてるか読めなくなるんですよ。新さんの言ったからその3。はい、ありがとうございます。大人げない。ちょっと待ってください、さっきから聞いてるといいところではないような気がするんですよね。いや、少年の気持ちを失ってない、大人的年齢からいくと全部けなしに聞こえるんですよ。そう、ゆるくやってますね、月曜日はね。いや、ゆるく、まあおもろかったらええかなみたいなね。おもろい、薄っぺらいけどおもろい、それが魅力ですか。魅力、魅力ですか。魅力、はい、分かりました。魅力ですよ、分かりました。そんな月曜日ですので、よかったら聞いてください。ラジオ聞いてください、お願いします